三宅節令三宅節令から1945年11月26日は、日本の哲学者、国粋主義者、評論家、加賀国金沢生まれ、本名は裕次郎。1860年、加賀藩画廊本嶽の従三宅久の子として生まれる。官立東京開成学校を経て、東京大学文学部哲学科卒。卒業後の1883年、東京大学編集所に就職。後文部省編集局を経て、1887年、東京専門学校と哲学館で講義を担当。同じ頃、後藤象二郎の大同団結運動や条約改正反対運動など自由民権運動に関わる。1888年、志賀重隆、杉浦重武らと正教社を設立し、国粋主義の立場を主張するため、日本人を創刊する。その後も、個人雑誌として、画刊を創刊、中央公論等に論説を発表するなどして、注目を集めた。林内閣において、文部大臣への入閣の要請があったものの、辞退している。1937年、帝国芸術院、会員、1943年、文化勲章受章。著は、親善美日本人、偽約集日本人、自伝、宇宙等、ジャパンレビューへの寄稿もある。1945年11月26日、老衰のため北多摩郡狛江村、伊能方の子、中野正剛の別荘で死去。1892年に結婚した三宅佳穂は、樋口一葉と同門だった小説家、歌人、衆議院議員、中野正剛は娘婿、三宅裕次郎に関するカテゴリー。ありがとうございます。